はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2022年令和4年の8月19日の金曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということでですね、8月、下旬に差し掛かるところで、明日からですね、明日、明後日、20日、21日の土日に入っていくとですね、8月も下旬となってくるわけですけれども、今日はですね、ここ1、2週間にはないほど清々しい朝のですね、陽気となっていて、今までこの7月の下旬ぐらいからずっとですね、蒸し暑いというか、本当にジメジメ、ベタベタするような暑さが続いてきましたけれども、一旦ここでですね、非常に爽やかな空気に入れ替わっていて、で、最小湿度も今日はですね、40% ぐらいまで下がるということで、ただ気温がまだ31、2度ぐらいまで上がるので、日差しがあるところでは非常に暑いわけですけれども、それでもこのぐらい湿度が下がってくると少し日陰に入ると、爽やかな感じもするので、本当にこういう爽やかな、暑さであればですね、気持ちいいのになと思ったりもしますけれども、またすぐに、まだ8月の下旬に差し掛かるところですから、なかなか、こういう爽やかな、陽気というかですね、暑さが続くとは思えず、またすぐに蒸し暑い、今まで通りのですね、本当にジメジメベタベタするような暑さに戻ると思いますけれども、引き続き体調管理には気をつけて過ごしていきたいなというふうに思います。ということで、今日もまずは昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は28,942円14銭、28,942円14銭ということで、おとといに比べるとマイナス280円63銭、マイナス280円63銭ということで、29,000円台は割ったところで取引を終えたようです。円ドル相場については1ドル135円28銭から30銭1ドル135円28銭から30銭ということで、おとといに比べると49銭ほどの円安ですけれども、135円台に入って取引を終えているというような段階となってますね。で、今日音読の題材に取り上げたい記事についてはですね、まず訃報からということで、社説の音読に入る前に今日の日本経済新聞の朝刊の、一面の下の方に出ているんですけれども、森英恵さんというですね、高名なデザイナーの方がお亡くなりになったということで、非常に残念なニュースではありますけれども、日本を代表する世界的なデザイナーということで、この記事と一面の記事と、それから社会面にも大きく取り上げられているわけですけれども、この一面の訃報の記事からですね、今日は音読に入っていきたいなと思います。森英恵さんが死去ということで、96歳だったそうです。日本のファッションデザイン界の草分けで世界的な服飾デザイナー森英恵さんが8月11日老衰のため東京都内の自宅で死去した。96歳だった。お別れの会を行うが日取りなどは未定で、喪主はですね、長男の健さんという方が務められるということだそうです。で、この森英恵さん、ご自身はですね、島根県出身で、東京女子大学卒業後の1951年に東京新宿に洋裁店を開いた。邦画、日本の映画全盛期に太陽の季節をはじめ、数多くの衣装を手掛けられた。1965年ニューヨークで開いた初の海外コレクションが高く評価され、作品にあしらった蝶はブランドの、シンボルとなった。1977年には東洋人で初めてパリのオートクチュール組合の会員になった。その後バルセロナ五輪92年ですね、それから1994年のリレハンメル冬季オリンピックの日本選手団の公式ユニフォームのほか、皇后である雅子さまがご成婚時に着用されたロープデコルテをデザインされたということで、森英恵ブランドとしてはですね、森英恵ブランドの運営会社としては2002年に民事再生法の適用を申請するようなことがあり、2004年にパリコレから引退をして、その後は若手の育成などに取り組んでいた。1988年に紫綬褒章を受章されて、1989年に文化功労賞、それから1996年に文化勲章、
そして2002年にはですね、フランスのレジオン・ドヌール勲章のオフィシエというような賞を受賞されたということで、非常にですね、このバブルの時代とも相まって、かなりですね、作れば売れたという時代を経験しながら、その後ですね、やはり、なんていうんでしょうね、クオリティを高めていくということと、それからブランドの価値を高めていくということにご尽力されてこられたであろう森英恵さんはですね、やはり日本を代表されるようなデザイナーの方がお亡くなりになったということで、本当にですね、残念な話でありますけれども、心からですね、ご冥福をお祈りしたいなというふうに思います。で、次にですね、音読の題材に取り上げたいのは、いつものように社説に入るわけですけれども、昨日に引き続きエネルギーと環境のですね、戦略を問うということで、今日は中間ですからですね、また明日が下巻ということで、また昨日に引き続きぶち抜きのですね、社説を一つの話題で、今日このですね、エネルギー環境戦略を問うというの中編ということで、今回は今日はですね、今こそ省エネで攻めの投資をというタイトルの社説となっているので、こちらも非常に長くなりますけれども音読していきたいなと思います。省エネルギー、今こそ省エネで攻めの投資を。省エネルギーの重要性が増している。脱炭素社会の実現に不可欠であり、ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー価格の高騰対策でも大きな鍵を握る。今こそ省エネへの投資を拡大すべきだ。欧州や米国のカリフォルニア州は省エネを最初に考えるべき燃料、ファーストフューエルと位置づける。日本でも省エネを改めて徹底するため、2021年に目標を従来より2割強引き上げた。まずは住宅、ビル対策からということで、省エネルギーは脱炭素とエネルギー危機に対応する現実界だ。燃やしても二酸化炭素、CO2 を出さない水素やアンモニアなど新技術への期待は高いが、まだ実証段階で普及に様々な課題がある。これに対して省エネルギーは確立した技術が使えて費用対効果が高い。大型の再生可能エネルギー発電施設と違ってすぐに着手することができる。1970年代に日本は2度の石油危機を経験して、省エネで世界の先頭を走ってきた。だが住宅やビルの断熱性能は出遅れている。まず住宅やビルの断熱と省エネ効果、省エネ性能の向上に取り組むべきだ。国土交通省によると、日本のエネルギー消費全体のうち建築物分野が約3割を占める。政府は中規模以上のビルなどが対象だった省エネルギー基準を2025年度から住宅も含め全ての新建築物に広げる。だが欧米は日本より3割厳しい基準を課している。欧州は住宅の性能表示を義務付けて、性能の低い住宅は賃貸を禁止する。その一方で家庭用のヒートポンプの導入支援にも力を入れる。2050年に温暖化ガスの排出を実質ゼロにするには、2030年以降は新築の住宅とビルの大半で省エネ基準を達成するとともに、太陽光発電を設置しなければならない。民間の投資を後押しするとともに、購入意欲を高める政策が必要だ。既存の住宅やビルの改修も急務。5000万戸の住宅の9割は断熱が不十分で、冷暖房のエネルギーが窓などを通して漏れている。二重窓への交換や内窓の設置でも効果が高く、この冬の電力危機対策にもなる。補助金の拡充や使い勝手の向上に取り組みたい。日本の製造業は生産量あたりのエネルギー効率が世界トップだ。乾いた雑巾で省エネの余地は小さいと言われるが、思考停止に陥ってはいないだろうか。例えば古い製造設備では断熱材が劣化して熱が漏れているケースが散見される。空気や蒸気のわずかな漏れをなくし、ボイラーの空気と燃料の混合比を最適にするだけでも効果がある。省エネ情報を提供する省エネルギーセンターによると、中小企業は運用の改善で数十パーセントも消費を減らせると見ている。機械や自動車といった組み立て産業は省エネの改善にも積極的だ。センサーなどで工場のエネルギーの使用状況を把握し、必要な時に必要な分だけ作ることで効率化を実現した。廃材の再利用などにも知恵を絞る。
こうした取り組みを産業全体に広げたい。最新のボイラーや空調機器、製造装置は省エネの性能が高い。世界を相手に取引を続けるには CO2 排出削減が不可欠で、省エネは大きな意味を持つ。企業は先行投資と考えて取り組むべきだ。デジタル化は効果が高いという項目に来てですね、デジタル化の推進は省エネ対策にもつながる攻めの投資だ。効率化によって効率化によって社会や経済社会全体の省エネが期待できる。データの活用で生産や、販売計画を最適化すれば無駄なエネルギー消費を減らせる。テレワークによって社会全体のエネルギー消費も減る。一方でデータ量が増えることに伴う対策も欠かせない。2022年度からデータセンターに対して省エネ目標が導入された。省エネ半導体や発熱対策で日本企業は優れた技術を持っており、産業育成の観点からも支援すべきだ。省エネ投資を促すための税制優遇や補助金や利子補給の拡充も進めたい。断熱の義務化や省エネ対応の強化は経済にとってブレーキとは限らず、投資促進の面もある。規制強化も考えてはどうか。福島第一原子力発電所事故の直後、照明を消しエレベーターを止めるなどの対応で電力危機をしのいだ。過度の我慢は不要だが、改めて意識の向上を促したい。省エネは社会や経済、エネルギー安全保障などの面で長期的に大きな利益をもたらす。この認識を社会で広く共有して意識改革を促し、取り組みを加速してほしい。ということで、このエネルギー環境戦略を問うというですね、まあ、連載記事の中編ということなので、まあ、明日ちょっと長くなりますけれども、明日また多分ですね、この可変というか、この最終版が来ると思うので、その辺のところも合わせてじっくり読み進めたいなと思います。そして3つ目の音読の題材についてはですね、まあ、東京欄になりますけれども、理事会なしのマンションが増加しているということで、まあ第三者管理という仕組みを使ってですね、まあ、住民が直接理事会や管理組合などに関わらなくてもいいような、まあ、そんなですね、仕組みが、少しずつ増えつつあるということなので、まあ、こういうことがまた出てくるというのも、この、今の時代なのかなというふうに思ったりもするので、これを3つ目の音読の題材に挙げてみたいなと思います。理事会なしのマンションが増加ということで、住民はこの管理組合などの負担から解放されるということですが、逆にこのマンション管理に関する関心が低下するというような懸念の声もあるということだそうです。マンションの管理会社が理事会に代わってマンションを維持管理する第三者管理方式の導入が広がっている。三井不動産や住友不動産が試験導入しているほか、管理大手の長谷工コミュニティも本格展開する。住民は理事を務める負担から解放される反面、住まいの維持管理への関心低下を懸念する声もある。共同住宅のマンションは居室はもちろん、共用部も含めて適切に維持管理していくことが欠かせない。ほとんどのマンションは管理組合内に置かれた理事会が管理会社や工事会社との折衝にあたる理事会方式を採用している。中でも管理組合の理事長は管理者と呼ばれ、マンション管理の最高責任者と位置づけられる。第三者管理方式は理事長に代わって管理会社の社員が管理者となってマンションの維持管理に責任を負う。組合総会の開催や修繕計画の策定、修繕積立金の管理、居住者への報告といった理事会の全ての業務を実質的に管理会社が担うことになる。住民は管理会社が適切に業務を進めているかを監督し、組合総会などで管理会社の提案に賛否を示すだけでよくなる。第三者管理方式はマンション管理に無関心な購入者が多いリゾートマンションや投資用マンションの管理手法として普及していた。近年は一般的な分譲マンションでも導入する物件が増えている。共働き世帯が一般的になる中、休日が活動の中心となる理事会業務を負担に感じる人は多い。マンションデベロッパーにとって理事にならなくても良いというのが売り文句の一つにもなる。大手では三井不動産や住友不動産がグループの管理会社で試験導入している。
第三者管理方式を採用すると居住者は煩雑な理事業務から解放される反面、理事会方式のマンションに比べて維持管理への関心の低下や管理会社への監視の目が甘くなる懸念があるとも言われている。長谷校コミュニティはこうした懸念を払拭しようと専用アプリであるスムージーを開発。居住者は例えばエントランスの照明を明るいものに取り替えてはどうかといった提案をいつでも投稿でき、賛同者が多かったアイデアはオンライン投稿に諮って実現を検討する。理事会内に留まっていた情報や報告も公開して透明性の向上を図っている。マンションは時間が経つにつれ住民の高齢化や入れ替えなど多様化が進む。大規模な物件ほど意見をまとめるのは難しく、第三者管理方式を採用する物件は増えていく可能性が高い、ということですけれども、仮にこの第三者管理方式を、導入したとしてもですね、マンション管理はやはり自分たちの財産をですねちゃんと意識を持って、管理するということなので、ほっといてもですねいいとか自分が関係ないと思う意識が、増長してしまうようなことがあると本末転倒でもあるかもしれないけれど、やはりマンションの理事になるとですね、月に1回は、ある程度の時間をとって、このそうなんて言うんでしょうね、打ち合わせをしなくてはならないということが、どうしても煩わしかったりするので、こういう方式が出てくるということもわからなくはないなという気もするし、たとえ第三者管理方式を採用したとしても、その第三者管理方式を、してくれるこのですね管理会社を管理するということは、結局のところ変わりはないのではないかなと思ったりもするので、なかなかちょっとこういう、どの程度どのように普及していくかわかりませんけれども、こういう時代なのかなということが分かれば今日のところはそれでいいかなというふうにも思います。ということで今日はですね2022年令和4年の8月19日の金曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。I don't wanna go there, cause we're losing people just